大相撲の地方巡業稲沢場所が今年4月に開催されるのを前に、日本相撲協会巡業部の枝川親方が今日、稲沢市の加藤丈二郎市長を表敬訪問しました。稲沢市で大相撲の地方巡業が行われるのは今回が初めてです。本場所と違ってこう身近にお相撲さんを感じてもらうような催し物だとかですね、本当に稲沢市民の皆さんが喜んでもらえることを、私は大変嬉しく思っています。大相撲稲沢場所は4月5日に開かれます。